五冠十二代皇帝霊帝の崩御の後、時の権力は董卓将軍の手に移った。董卓は意のままにならぬ提言将軍の暗殺を企てたが、その容姿呂布の反撃にあって失敗した。呂布の豪遊ぶりに驚嘆した董卓は名馬関鳥羽を送り、呂布を裏切らせ提言の暗殺に成功した。董卓将軍、呂布を召し連れました。リスクでかしたぞ。ご苦労であった。董卓将軍、呂布奉仙、今後忠誠を尽くす所存でございます。頼むぞ呂布。わしは千人力、いや万人力を得た思いだ。共に天下に腕を振るおうぞ。は、許されるならば董卓将軍をお父上と思って仕えたく。おお、よくぞ言ってくれた呂布。喜んで許すとも。はあ、この先でお主に授けるものがあるのだ。おお、呂布、受けてくれ。わしの志だ。先に関鳥羽までもいただいた上、それほどまでにこの呂布を。この黄金の鎧をまとい、関鳥羽に討ち乗ってわしのために働いてくれ。はあ、嬉しゅうございます。必ずや将軍の力になります。ハハハハハ、愉快愉快、今宵は飲もうぞ。おお。呂布め、何たる不義破廉恥。義理の父親提言を殺したばかりで、今度は董卓に乗り換えるとは。これが乱世でしょう。董卓の腹は見えすいている。そうそう、このままでは関帝国も董卓に奪われるぞ。遅かった。呂布がつけば鬼に金棒です。呂布か、確かに邪魔な奴だ。たとえ呂布が敵に回ろうとも俺は許さぬ。董卓に接近する方法はないものか。必ず隙があるはずだが。将軍、呂布を得た今もう何も恐れることはありません。ことは急いだ方が得策と考えます。お前の言う通りだ、李寿。明日早速宮中に乗り込むぞ。董卓将軍の緊急通達で文武百官の重臣たちは家督殿へ参集させられた。今の董卓将軍の威勢に逆らうものはなかった。董卓将軍は片井号と幼い帝にも出座を要請したのである。眠いよ、こんなに早く起こして。董卓将軍、この緊急招集は何事ですか？お静かになさり。我々は今の帝を廃し、京王寺を新しい帝として建て祀ることを天下に宣言する。何ですって？李寿、宣言文を読み上げい。我々は現皇帝を見るに天使の器にあらず、礼儀をわきまえず、
学問に疎く進化を治む能力にかけ天使としての素質もなし。なんということを。よって我々は今日王子を皇帝として迎え。当たれ。遠州、何事だ。董卓、今の帝に何の罪とがあってのことか。何遠州、貴様わしの意に逆らう気か。おう、謀反の心と読めたぞ、逆神明。相手になってやるわ。怖いよ。遠州殿、おやめください。止めるな、曹操。ならば私がお相手しましょうか。何？いそこなったぞ、曹操。差し出がましい振る舞い、お許しのほど。確か天軍行為の曹操であったな。は。曹操、何を企んでいる。ただいまより京王子を新しい帝としてお迎え申す。董卓、逆神明。ふざくのもこれまで。呂布、二人を連れ出せ。は。何をする、逆神ども。さあ参られい。京王子、今日より新帝でございます。どうぞ玉座へ。この董卓がついております。何も心配はいりません。皆の者、新帝に忠誠を誓え。おわずか9歳の新帝を立て、自ら政治の実権を握る上将となった董卓の権勢はその頂点を極めることとなった。天下を見下ろして飲む酒は格別にうまいものだわい。ほら飲め。将軍、いや上将。理事か、こっちに来て一緒にやらぬか。大事なお話がございます。人払いを。そうか、また後でな。下がれ。大事な話とは。永安宮に幽閉した片居郷たちのことでございます。もし二人を担ぎ出すようなものが出ましては、後々のためにも。殺せ。は。お二人をお慰め申せとの上将からの贈り物でございます。董卓が私たちに。はい、美しい花も咲いております。花をめでながら一献でもと。董卓が贈り物をするわけがない。リジュ、それは毒酒であろう。どうぞお召し上がりください。もし毒酒でないならそなたが飲んでお見せなさい。ほほう、董卓将軍の贈り物を飲めぬと言われるか。ではこちらの贈り物にいたしますかな。私たちに死ねということか。さあどちらをお選びなさる。この逆神明、お前たちの暴虐も長くは続きませぬぞ。何を言われる片居郷。
自分でお選びなさらないなら私が手を貸そう。怖いよディージュ、無礼者、下がれ。この関鳥羽が呂布の馬になろうとは想像もしなかったことだ。そうそう、関鳥羽に興味がありそうだな。はっ、これほどの名馬は関帝国全土を探しても二頭とはおりませぬ。呂布殿が羨ましい。わしだって関鳥羽を手放すのは惜しかった。だがその代わりに欲しいものが手に入った。上昇には天下のいかなるものでも得られるかと。そうでもない、名刀執政権がまだじゃ。はあ、走れ走れ、この見渡す限りの土地が皆わしの庭だ。どう？おいじじい、この村は何たる村だ。はあ、なんでございますだ。この晴れた日に畑へも出ず、着飾って歩くとは不届きな怠け者めが。それは誤解でございます。今日は年に一度の村祭りでございまして。それでとぼけんなじじい。農民たちの見せしめにする、ひっ捕らえろ。何とぞお許しを。父はこの通り年寄りでございます。お願いいたします。言い訳は無用だ。よし、その女がいい、着物を剥ぎ取って叩っ切れ。あ、どうかそればかりは。娘は私がやる。面白い、やれ。向こうを向け。そうそう、なぜ切らぬ。切り捨てるばかりが余興ではないと思いますが。これは余興ではない、見せしめだ。やめろ呂布、女の方は余興でもいいではないか。よいな、怠け者はこの通りだぞ。これからは骨身を惜しまず働くのだ。花見より面白かったわい。董卓の度重なる暴虐に対して不満の火の手が内外から上がりつつあった。中でも使徒王胤は腹心の文官数名を別荘に招き、董卓打倒への戦議を密かに進めていた。牧海の袁紹殿からも密書が届いておる。我らの指示があればいつでも兵を挙げるとのことだが。今や董卓に加担する武将も多い。その上呂布もいる。あやつがいる限り勝ち目はござらん。ああ、漢王朝400年の歴史もこれでおしまいか。
思えば悪い時に生まれてきたものよ。誰じゃ。そうそう、いつの間に。朝廷の諸大臣たるあなた方の悩みを見るに見かねて。何。夜は泣き、昼は悲しみ、集まれば愚痴ばかり。それで世の中が変わるとでも大思いですかな。黙れ曹操、董卓の回し者が。それならば黙って密告したはず。わざわざこの顔を晒すわけもございますまい。ああ確かに。曹操、公言を吐くからには何か考えがあってのことか。は、申し上げます。私が上昇董卓に媚びへつらっているのは恐れているからではありません。隙あらば人思いに刺し殺す機会を狙っていたからです。なんと大胆な。お任せくださいますか。わかった曹操、やってくれるか。そこで一つ頼みがあります。聞こう。王院様は七つの宝石を散りばめた奇大の名剣七星剣を所蔵と聞き及んでおります。董卓を討つためにぜひお貸し願います。ああ、董卓の首を切るためなら喜んでお貸ししよう。ありがとうございます。見事な剣だ。この七星剣が董卓の血を吸うのも遠くはない。逆賊董卓、今こそ天運は尽きたぞ。これは猟奇行為の曹操殿。お役目ご苦労。上昇はいずれにおいでかな。はっ、書院にてご休息中でございます。そうか。それは、上昇に頼まれた名剣を持参してまいった。それはご苦労様です。ささ、どうぞ。誰じゃ。そうそう、ただいま出仕いたしました。今頃何の用だ。出仕の時間が遅くなりましたのでお詫びに。そんなことか。私の馬は痩せ衰えた老馬ですので。お前にいい馬がいないとは。呂布。はい。お呼びですか、上昇。わしの馬をどれか一頭曹操に使わせ。は。曹操、しばらく待て。は。よし、まだ。なんだ今の光は。は、近頃名剣七星剣を手に入れました。日頃のご恩返しに上昇に差し上げようと曇りを調べていたのです。ほう、七星剣とな。見せい。は。なるほど、素晴らしい剣だわい。上昇、馬を連れてまいりました。おう、ご苦労。呂布、どうだこの剣は。鞘はこれです。七星の飾りがなんと見事ではありませんか。どれどれ。そうそう、馬を見ろ。は。おお、これは素晴らしい。上昇の御前で乗ってよろしいでしょうか。よかろう、試してみろ。は。それ。
無念、あと一歩のところで両不明だが、俺は諦めぬぞ。はっ！そうそうめ、まだ戻らんのか。上昇、落葉宮に曹操の姿は見当たりません。きっと上昇のお命を狙ったものでございましょう。お前もそう思うか。はい、上昇に接近したのもおそらく野心あってのことと。曹操は天下を狙っているのです。憎き奴曹操め許せん。奴の人相書きを全国に回せ。捕らえた者には黄金千金を与えると書き記すのだ。はっ、ひっ捕らえて八つ咲きにしてやります。己曹操、地獄の果てまで追いかけてその首はねてくれる覚悟しておけ。曹操にとって思いもよらぬ暗殺の失敗であった。とっさの起点で窮地は脱したものの、その行く手には董卓の指令を受けた大捜査網が都営旗絵に張り巡らされていた。乱世の勧誘曹操、どこまで逃げ切れるのか。